矢沢駅は、かつて、岩手県花巻市矢沢にあった日本国有鉄道、釜石線の駅である。電報略号は、矢沢、花巻と釜石を鉄道を連絡することを目指して、建設された岩手軽弁鉄道により、その最初の開業区間の一部として1913年10月25日に開業した。当初は 762mm 特殊凶気の軽弁鉄道であった。 1936年8月1日に国有化されて国鉄の駅となり、その後は国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められた。1943年9月20日から 1067mm 機関での運行が開始されている。1982年開通の東北新幹線が、東駅から約5 0 0ル東寄りで釜石線と、 交差し、この地点に接続駅として新花巻駅を設置することになったため、大体として1985年3月13日、限りで廃止された。なお、国鉄監修時刻表1985年3月頃では、釜石線矢沢駅を移転して新花巻駅に解消しますと実際の手続きとは異なる記述がされていた。地上駅で、 当初は2面2線の相対式ホームを持つ列車交換可能な有人駅であったが末期は1面1線の単式ホームのみに縮小され無人駅となっていた周辺は矢沢集落となっている新花巻駅の釜石線ホーム製法のカーブ駅のあった箇所は交換施設があった名残で現在も線路が不自然にカーブしている花巻方へ見ると線路がまず右にカーブして その先また左に戻る。矢沢駅のホームがあったため、隣の道路も左に曲がっている。ありがとうございます。